ビビ君がいろんな場所に潜入し一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。張り切っていきましょう。第110回目はこちら。何してるの二人で。もうスタートしたばっかだけど疲れちゃったのかな。眠たい。眠たいんだって。朝早かったもんね。今リハーサル中でしたが。ビビ君たちが朝早くからやってきたのは東京都にある国立競技場です。この日は富士フィルムスーパーカップ2023が開催され、試合終了後にはマスコット大運動会も行われました。たくさんのお友達が集まる機会、ビビ君はこの日をとても楽しみにしていました。そんなビビ君のリハーサルの様子やお友達との交流をお楽しみください。今回参加するのは54のマスコットたち。それぞれに特徴があって個性豊かです。いっぱい集まってきた。お、ビビ君見て、お腹出してるよ。見て後ろも見て、みんなお腹出してるよ。ビビ君、ビビ君、ビビ君止められてる、止められてるよ。ビビ君、みんなにビビ君のお腹は見せられない。あの最初のラジオ体操かな。ラジオ体操は出る。あ、ニータン、僕を映せとニータンが。突然カメラの前に現れたのは大分トリニータのニータン。ビビ君とも仲良しのお友達です。なんか丸々してるからビビ君かな、こっちが。あれ、ビビ君、あ、いた。ビビ君、ビビ君いた。横浜 FC のフリマルとは指すまで対決。負けた。ビビ君負けちゃったんだ。悔しいので再びリベンジです。ビビ君負けちゃった。無言の戦いでしたが。負けちゃった。こちらは横浜 F マリノスのマリン。ビビ君のお城ポーズを一緒にやってくれました。借り物競争ではしっかり立つ位置を確認。借り物何なんだろうと思っていたら、ここでまさかのヒントが。このヒントはかなり大事だけど、ビビ君は聞いていない。どう、ビビ君リハーサルいけそう？ビビ君、借り物競争のヒントがなくて大丈夫でしょうか。さて、本番前の待ち時間、お友達に引き続きご挨拶をします。こちらは同じ白組のパーサ君。借り物競争で勝ってきますので、うん、応援しててください。ビビ君のこと。白組のメンバーとも士気を高め合いました。次にお話ししたのは白組のキャプテンサンチェ。ビビ君がリハーサルで聞き逃した借り物競争のヒントをこっそり教えてくれました。お、分かっちゃった。ビビ君、お、ヒントもらったんじゃない。こちらはダンスが得意なヴィッセル神戸のモービ。ビビ君にダンスを教えてくれました。せーの、すごーい、すごーい、ダンスめっちゃ上手だよ。
ビビ君、これできるかな。やってみて。全然違うんじゃない？それ。なんかちょっと違うみたいだけど。うん。どうかな。合ってるのかな。さて、間もなく出場です。緊張をほぐすべく、ここでもお友達とおしゃべり。ねえ、ビビ君と全然なんかスリムさが違うけど。ビビ君お腹が、ビビ君が一番ほっこりしてるんじゃない。ビビ君、これでも最近2キロ痩せました。でも、この後強度貸しをくれたベガッタにすごい勢いで飛びつくビビ君、食いしん坊健在でした。クマついてるよねえ。これはチャンスなのでは。ビビ君、ねえ、ビビ君、借り物競争のヒント、角のついたマスコットを発見。ビビ君、これで借り物競争で活躍ができそうですね。アルディ様、これからマスコット大運動会ですか。意気込みは。お、頑張るぞっと。お、キャプテン来たよ、ビビ君。今からマスコット大運動会、楽しみですね、ビビ君ね。そしていよいよマスコット大運動会に出場。次のお題は角、角の生えたマスコットです。ビビ君、早いです。はい、ドロンパ何？ビビ君がほら、ビビ君が連れてきたアントン、角生えてる、正解っていうか。ビビ君はサンチェにもらったヒントのおかげで借り物競争で大活躍でした。マスコット大運動会も終わりましたが、どうだった？借り物競争、ビビ君もできたんじゃない？もしねえ、うん、楽しかったね。今回全国から集まったマスコットたちと楽しいひとときを過ごすことができたビビ君。この日はマスコット総選挙の結果発表も行われました。ビビ君は見事3位に。皆さん、応援ありがとうございました。今回ビビ君はたくさんのお友達と交流してパワーももらえたようです。ちなみに開幕戦の対戦相手ジェフユナイテッド千葉のユニキとも写真を撮りましたよ。さらに先日一緒にインスタライブをしたブラゴン、ホーリーくんたちともパシャリ。今回お友達との交流でパワーを養ったビビ君。今シーズンも皆さんと一緒に精一杯ビファーレン長崎を盛り上げていきます。潜入して思ったこと。今年の運動会もお友達のみんなとキャイキャイ、みんなで協力して一生懸命頑張りました。 PK 対決を応援しているときは試合のときみたいにドキドキしました。みんなと楽しいお時間を過ごすことができてとっても嬉しかったです。ビビー君